ユースチャンネルをご覧の皆さんこんにちは今日も皆さんの上に神様の豊かな恵みと祝福がありますようお祈りいたしますさて今日は主の見てというタイトルでお話をしていきます聖書の箇所はイザヤ59章1節です見よ主の見てが短くて救えないのではないその耳が 遠くて聞こえないのではない今日は主の見てがポイントですまず一つ目神の見ては私たちにミニストリーするために伸ばされています人々が奇跡を受け取るとき神の創造の見てを見ることができますえまず創世記の1章26節27節において人が作られた目的が書かれています 神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配するように神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し男と女とに彼を創造された。このように 人を作った時に神様はすでに私たちに対するミニストリーの手を差し伸べておられそして私たち人に対しても私たちが地のすべてのものを支配するものになるようにという私たちに対してもミニストリーを与えられておられたということが分かります。そしして詩節であなたたは遥か以前に地のもといを据えられました天も あなたのの見ての技です神様が作られたすべての創造物天と地これもすべて神のの見ての技ですそして、ね、伝道の書11章5節「あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様風の道がどのようなものかを知らない」「そのようにあなたは一切を行われる」「神の見技を知らない」 私たちはタイの中にいる赤ちゃんがどのように作られているか本当にこの神の見業を知らないのですけれども神様は本当に私たちがタイ内にいる時から神様が本当に一つ一つの見てを差し伸べて人を作られている。 とということがですね本当に私たちそれを知る時にとても感動をするものですですから「神様の見て」はですね本当に私たちに対していつでも差し伸べられていて決して神の見てが短くて私たちを救えないのではなく神様の耳が遠くて私たちの声が聞こえないわけではなくすすべべててててののにおいい神の見てが差し伸べられていますそして2つ目。 神は解放の見てを持っています。神が問題の中から私たちを解放してくださると信じる必要があります。詩篇九十九十一篇一節から三節。意と高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ我が鳥で私の信頼する我が神と。 主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。私たちは、本当に、この世の中に住んでいて、さまざまな危険が隣り合わせです。毎日のように、事故があったり、そして事件があったり、病があったり。今、本当にコロナという疫病があったり。私たちは、さまざまな危険の中を。 生かされていると言っても本当に過言ではないと思いますけれどもですけれどもこの篇九91編の中で神様の守りがあるさまざまなものから私たちを解放し自由にしそして私たちを救い出してくださるというこのような保証があるということが書かれていて神の御手が私たちに及ぶ時に神様は私たちのすべてにおいて守りをおいてくださいます。 今日は神の見てパートワンお届けしました。また次回はパートツ、えー三つ目四つ目の内容について神の見てについてお話をしていきます。それではまた来週さようなら。